リゴンアートリデの戦いはフレンチ・インディアン戦争の戦闘である。1758年10月12日、フランス軍と同盟関係にあるインディアン軍がイギリス軍の砦であるリゴンアートリデで,での戦闘で撃退されたものである。フランス軍とインディアン軍は近くのデュケーヌ砦で指揮されたものだった。リゴンアートリデはその時点でまだ建設中であった。 ブラドック将軍の遠征路、ブラドックロードとフォーブスロード。フォーブスロードに沿ってリゴンアートリデがある。フレンチインディアン戦争初期の清潔なブラドック遠征で、イギリスはフランス支配下にあるデュケーヌトリデの攻略に失敗し1758年のフォーブスの遠征でやっとこのトリデを奪うことができた。フォーブスの遠征では、このために道を整備させた。かつてのブラドックロードでは、 年内にデュケーヌ砦に到達する見込みはなかったからだ。アレゲニー山脈からロイヤルハノンクリークまでの道を整備させ、その道の終点に陶器宿営のため、兵士たちはリゴガートリデの建設を始めた。この砦は、ホーブスとスイス出身の主官ヘンリー・ブーケットにより、リゴガー教サー・ウィリアムにちなんでリゴガートリデと名付けられた。 回収後のリゴンアートリでこれらの襲撃に応戦するため、ブーケットはジェームズ・グラントに750人の兵をつけて、デュケーヌの威力偵察を命じた。グラントは明らかに早く勝利をものにして、栄誉を受けようとしており、9月14日にトリデを攻撃した。デュケーヌトリデの指揮官である、フランソワ・マリール・マルシャンド・ドリニエリは、グラントを罠にはめ、彼を補修して、 兵たたちの半分近くを殺し、または負傷させた。リニエリの砦は物資が不足しつつあり、補給船はイギリスによるフロンテナック砦の戦いによって切断されていた。イギリス軍の前進を阻むため、そして物資を奪うという望みを持って、リニエリはリゴガー砦に攻撃を仕掛け、デュケーヌ砦の実質すべての軍勢である440人のトループ、 ドラマリント150人のレナペ族をシャルル・フィリップ・オーブリの指揮のもとリゴンアートリデに向かわせた。その当時のリゴンアートリデの指揮官はペンシルベニア植民地大佐のジェームズ・バードでブーケットが遠征経路にある砦に出向いている間、留守を委ねた人物だった。バードは物資を守るため、取の外に多くの兵を警護に立たせ、それ以外のものを遠征用の馬を守るため、 砦から約1.5キロの馬たちが草をはんでいる場所へやった。彼ら警備兵は分散配置されていて、フランス軍とインディアン兵の攻撃の対象となった。砦に砲撃の音が聞こえてきて、バードは約200人のメリーランドの大隊を外へ出したが、フランス軍が、この時までに全ての中東兵、約2000人はいつでも戦場に出られるように準備を整えていた。バードは、 メリーランドの大隊の援護のために、ペンシルベニアの第一部隊をやったが、フランスとインディアン軍が前進してきたため、砦の中に退いた。イギリスの大砲からは勢いよく砲弾が飛び出し、フランス軍とインディアン兵はそれに押されて撤退し、攻撃を立て直す前に夜が来るのを待った。フランス軍は道を封鎖するということは明らかに考えていないようだった。 バードはその日の午後を、兵の到着の報告に費やした。夜の9時頃、革命保の一つで、フランス軍の攻撃が行われようとしたが、それを上回る砲撃で撃退された。フランス軍とインディアン軍は夜を通して、砦の近くに留まり、保証を狙撃したり、防御の様子を調べたり、流刑の取り出に撤退する前に、200頭の馬を殺したり盗んだりした。 デュケーヌ・トの跡地に入るホーブス軍フランス側の死傷者の数は比較的少なかった。オーブリの上官であるルイ・ジョゼフ・ド・モンカル・ム将軍は二人が戦死して七人が負傷したと報告している。しかしバードはそれに加えて四人のフランス兵を埋葬したと報告している。イギリス側の死傷者はそれよりも多かった。フランスの報告では100人の頭皮を剥ぎ、七人を 補修したとあるが、イギリス側では12人が戦死、18人が負傷、そして31人が不明としている。ブーケットはこの戦いでのイギリス軍の戦いに不満を持ち、フォーブスにこういう手紙を送っている。この冒険では、フランス軍相手にかなりの経費がかかり、我々は大いに恥をかいた。森の中での我が軍の先方に沿った部隊の動きはこれ。 異常ないほどに良かったその後フォーブスが到着して、デュケーヌトリデを攻撃したが、11月24日、リニエリ指揮下のフランス軍は、デュケーヌトリデを破壊して去っていった。その4日後、11月28日よりこの地は、ピッツバーグと呼ばれるようになった。リゴンャートリデは、ポンティアック戦争にも使用された。その後回収されて、今は、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に、 登録されている。現在の鳥の内側は、元の鳥より200平方フィート、外の囲いは1600フィート縮小されていて、中には、兵舎、火薬庫、主管室などが再現されている。イギリス側の証言にあるドビトリではない。ありがとうございます。